韓国の9人組ボーイズグループクラビティが6月4日の大宮ソニックシティを皮切りに一足早い日本デビュー1周年を祝うクラビティジャパンファンコン2024より小さいラブ。LUV、ルビティ、ショーオフをスタートさせた2023年7月5日にブルービージャパニーズバージョン。で日本デビューしたクラビティはセリム、アレンジョンもウビン、ウォンジン、ミニ、ヒョンジュン、テヨン。 村民からなる9人組グループ。6月5日には、これまでのクラビティのイメージを覆すちょっと大人のムード漂う日本セカンドシングル、ショーオフをリリースしたばかり。今回のファンコンでは、このシングルに収録された日本オリジナルの新曲ショーオフ、ブルーホワイトの初披露のほか、今年3月に地上波音楽番組での初の1位をもたらした韓国最新曲ラブを話題もファンの前で初パフォーマンスされた。 ファンコンとは、ファンミーティング、プラスコンサートのことだ。トークやゲームで楽しむファンミーティングパートに加えて、コンサートパートでは、前述の新曲やクラビティの代表曲、さらには J-POP のカバー曲まで、たっぷり13曲を歌った。冒頭のトークコーナーでは、村民のクラビティの日本での1歳のお誕生日なので、みんなで歌いませんかという提案で、会場が一体となって、 アカペラで「ハッピーバースデート You」を歌うとメンバーたちは耳に手を当ててファンの歌声に聞き入った日本デビューからの1年を振り返るトークではメンバーたちのスマホに眠る秘蔵写真を公開ソンミンは新曲ショーオフのメガボルト撮影を行った豊洲のチームラボプラネッツ東京 DMM の写真をセリムは恩人と対決したクレーンゲームの動画を公開するなど 垣いまみられる9人のプライベートにファンも大満足のコーナーとなったが、写真のエピソードにツッコミを入れるメンバーたちの面白トークも大いに盛り上がった。ライブでの日本デビュー曲のグルービージャパニーズバージョンは、イントロがアレンジバージョンになっていたが、いつもとは違うイントロなのに、ルビティ、クラビティのファンの掛け声が大きかった。とミにが感心。 韓国最新曲ラブオアダイも初パフォーマンスだというのに息の合った大きなファンコールが上がり、メンバーたちを笑顔にした。終盤のゲームコーナーは回ごとに内容が変わるが、4日の公演では、プラスワンダンスバトルと称したダンス伝言ゲームで3チームに分かれて対決。テヨンがトリッキーなダンスを差し込んで波乱を巻き起こすなどして、各人の個性が発揮された。 他のグループではファンミーティングパートに日本人の MC が入る場合があるが、クラビティは日本語堪能な恩人と村民が MC を担当。日本語でしっかりと時切る姿を見せてくれたが、二人だけでなく、メンバー全員が知っている日本語を駆使してファンを楽しませようとしている様子が印象的だった。本編の最後には、6月5日リリースの新曲ショーオフを初披露。この曲を恩人は、 僕たちにとって初めて挑戦するネオシティポップというジャンルで今までのクラビティとは違う大人っぽい歌詞の曲ですと紹介し新境地を見せたアンコールではメンバーたちが客席から登場してファンも大興奮通路をまんべんなく練り歩き曲が終わってももう一回と再び歌い始めるというのを何度も繰り返しファンとの交流を楽しんでいたそしてアンコールの最後に新曲 ブルーホワイトが披露され、メンバー一人一人がファンに自分の言葉で熱のこもった感謝の気持ちを伝えると、全員で2024年6月4日僕たちの時間を覚えていて、とお決まりの挨拶をしてステージを降りていった。アイドルらしい華やかで息のあったパフォーマンスと、そこに幸運するルビティの大きなコール。誰一人置いていかない。 ホールという空間だからこその一体感が心地いい公演だった。日本デビューは1周年だが、韓国では4周年を迎えた。新人を脱皮した余裕のパフォーマンスと、ファンへの感謝にあふれた、クラビティジャパンファンコン2024より小さいラブ。LUV、ルビティ、ショーオフは、6月4日、5日の大宮ソニックシティ公演に続き、 6月20日、21日には大阪オリックス劇場でも開催される。